しゃ、来てるか。はいさい。はい、一人ですね。はい、今日はね、2馬力ボートですね。この2馬力をね、使ってる時にふと思ったんですよ。なんかね、釣れてるポイントがあったとしても僕ら流されるんですね。さーって流されるんで、これなんとかならんかなってことで、ちょっと怒りをつけようかなと思ってるんですけど、ちょっとそのためのものを作りたいと思います。ちょっと説明するとですね、ちょっとお待ちください。今ね、何がしたいか説明します。はい、あるところにですね、釣り大好きな少年がいたんですよ。で、彼はね、幸運なことに2馬力をゲットするんですね。2馬力、これ、はい、2馬力をゲットして、よっしゃ、これで釣りに行くぞと、もう魚を狙うぞと。今まで陸の釣りしかやったことない彼にとってはね、最大の冒険であり、いろんなね、可能性がある釣りになると思ったわけですよ。で、それで狙う魚はですね、 もちろんみんな大好き、赤人ですね、これ、はい、赤人。はい、で、この赤人を狙いに海に出るわけですけれども、今ね、2馬力でそのまま出るとこうなんですよ。こうこう、まあ、例えばお魚、まあ、赤人とかなんかいるじゃないですか。例えばお魚いて、よっしゃーって仕掛けを投入するけど、しかし流れってあるので、海には流されるんですよね。だからもう魚からしたら、あれ、餌あった気がするけどなみたいな、まあ知らねえやってことで、ポイントについても流されるわけですよ、しょっちゅう。で、そこで、まあ、考えたのがアンカーですね。アンカー、ごめんなさい、ちょっと下手くそでごめんなさい。アンカーを下ろしとけば、この魚がいるポイントにとどまって、こう釣りができるわけですよ、流されない。で、今回作るのはこの、ま、アンカーですね。アンカーをつけれるようにしようっていうことで、それを作りたいと思います。はい、これでね、よく2馬力とかに使うアンカーがあるんですけど、うん、アンカーってこの形になってるんですよ。まあ、釣り具店とかボート置いてるところに、ね、結構売ってるんですけど、こういう風になってるんですね、アンカーって。これが開いて、で、これが、まあ、岩とかにこうかかるっていう風になってるんですよ。これ、鎖がつけてるじゃないですか。鎖別売りなんですけど、鎖をつけて、これを、ここ、このアンカーのこの部分と、ここに、こうタイラップするんですね、これ毎回。はい、毎回。毎回。毎回。で、アンカーを下ろします。はい、引っかかりました。で、こうタイラップつけてるじゃないですか。はい、細いタイラップつけるんですよ。で、これが切れるんですよ、ね、切れたら、はい、これがもこう、ああ、なるほど、持ち上げる場所が変わるから、そうこれで回収するんですよ。もしこれ最初からこっちにロープやっちゃうと、もう大変になるんで、だから一回このチェーンをやってやるんですね。これが、まあ、よく2馬力とかで使われるようなやつですね。また漁師さんが使うのとはまた多分別かもしれないですけど、ただこれを2馬力に固定するんですよ、これって。このアンカーを、アンカー出したら2馬力に固定するんですけど、はい、回収した時にロープが邪魔になるんですよね、はい、だからこのロープも収納できるリールを一緒に作りたいと思います。こう巻ける。あー、なるほど、巻くリール、ドラムみたいな、うん、はい。で、今ね、アンカーを巻くこのリールを作りたいんですけど、用意するのはね、こちらロープとか、まあ、ワイヤーとかよく巻かれてるような、多分ホームセンターとか金物屋さんとかでこういうものに巻かれてますよ、チューブが。そのチューブ使い切ったら多分こういう風に出ると思うんで、運が良ければもらえる可能性もある。まあ分かんないですけど、でこれをこう巻いていったら、こう回収できるようにね、やっていこうかな、作っていこうかなと思ってますね。じゃあちょっと部材用意して始めたいと思います。はい、なんかね、今部材を用意しようかなしたら、お塩がね、奇跡的にお昼を作ってるみたいですね。すごいっすね、すごい動画っすね。紹介からの飯っていう、そうそう、作る前に飯を挟むっていうね。おかしい、うん、ちょっとかなり昔の役所みたいな。仕事始める前に一回ティータイム挟んで、それからああみたいなね、高貴な仕事を。はい、じゃあね、ちょっと役人になった気持ちで仕事を始めていきましょうかね。はい、まずご飯を食うという。はい、じゃあいただいていいですか。いただきます。いいニュース。うんうん、あ、わさび、あ、わさび確かに合いますね。キッチンにはライトとウイスキーガス、どこでもあるような。あ、わさびですか。あ、僕中学校の時ね、僕の学年が260名ぐらいいたかな、うん、260名いて、自分席次が一番最初253とか
53とかで、先生がみんなビビってから、お前毎日学校来てるだろっつって、あ、来てますよっつって、あ、お前の、後ろにいるの、あとみんな学校しばらく休んでるやつしかいないんだけど、なんでかお前みたいなやって、いや、俺も分からないんですよねっつって、俺ノートも書いてますけどねっつって、で、それでなんか、先生が、じゃあ OK 分かったって、じゃあお前1年間、席次が下がらんかったら、焼肉ごろっつって、でそれから、下からスタートさ、下からスタートで、うん、よしちょっと頑張ればちょっとじゃあ上に行けそうだなってなってちょっとずつ勉強していって、一応1年間は250何番かから、170ぐらいは、結構100人近く抜いたもんね、はい、100人近く抜いてね、ちょっと褒められましたね焼肉行ったんですか。焼肉行きましたよ。中学校の頃が200名ぐらいされて、うん、マックス30番ぐらいまで。30番、やばっ、やばっ、やばくない。自慢していいですか。ああ僕20入ったことあります。はっはっはっ、マジでマジで1教科だけだったら1位取ったことある。はっ、何の教科ですか。国語。はっ、すげえすげえ、はっ、すげえ。距離置くな、距離を距離置くな、お前ら。はい、お腹いっぱいですね。はい、今、ご飯食べてきました。はい、そして、具材、ある程度用意してるんで、まず、こちらですね。これに、まず、取っ手、回すための取っ手をね、つけたいと思います。こちら、ボルトですね。ボルトを通すんですよ。どの辺ぐらいがいいかな。ボルトが通るくらいのね、ボルト通してます。これね、ボルト通して穴開けて、ボルト通してワッシャー入れて、ここにね、ナット、はい、これね、はい、今これでこういう風に巻けるようにするっていう感じですね。そしてね、用意するのがここに今この13のパイプが入るんですね。これここ13のパイプが入って、これ16のパイプが入るんですよ。で、ここに13のパイプを刺します。こうフィッとこれにパーってこうつけるんですよ。で、ここも切ります。パイプを切って、ここにねキャップでもいいですし、キャップよりかね、僕は今レジューサー使ってますね。13、20のレジューサー、これをこう入れるっす。こうやってこれでも回るようになるんです。回る。あとはここを台にすればいいんですね。はい、ここに16のパイプがあるんですね。こうやって、よいしょ。ここにまたチーズですね。チーズ、このチーズをつけていきます。はい、切ってここに挟むと、あ、むしいいよ。この状態だと立たないので、これが立つようにします。こうこうすると、よっしゃ、こうしていって、ここにまたパイプ入れるんですよ。ここにこれ、ね、固定するときはこの接着剤塗るんですよね。これ水道用の HI の接着剤ですね。強いやつです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ちょっとね、土台はある程度完成したんですけど、これにちょっとね、ロープ巻きつけたいと思います。ロープですね。穴があるんですけど、穴にロープを通します。通して輪っかを作るんですね。輪っかというか肩結び取れないようにするんですよ。負けるのか。おお、負ける。負けるっすね。あとはここに怒りをつけます。まあ取り外ししやすい方がいいよって言うんだったら、カラビナとかつけてやってみるかもしれないですね。実家のね、はい、倉庫に来ております。ここにもね、2馬力置いてるので、これ僕の2馬力ですね。僕と兄貴の2馬力ですね。同じ2馬力なので、これでちょっとね、
どんな感じなのかなっていうのをちょっとつけてみたいと思います。はい、このアンカーと下ろしてるじゃないですか。バーッと下ろして止まったらこういうふうに結ぶんですね。このさっき、あの、このこういうところに、まあ多分これがないところだったら、これがない2馬力ボードとかだったら、多分もう後付けでどっかつけるか、横にロープ、はじはじになんかロープバーってやって、そのロープでやるかとか、そういうふうに、まあ、いろんなやり方がなんかあるみたいですけどね。これで、船は固定されるんですよ、この状態で。船はこの状態で固定される。で、終わったら、こうやって外して、あとはもう、リードを、このまま。巻くという、まあ一回ちょっと引っ張って、結束バンド、あれがペッて取れるようにして、でそれが取れたら一回バーって引っ張って、あとはもうこれでバーって回したりとか、まあ、手で引っ張りながらやったりとか。はい、ちょっとね、2馬力にこのまま置くとなんかこうガラ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 っとするんでね、ちょっと一工夫加えて少しね楽になるようにできるかなっていうことでやっていきたいと思います。まあちょっとできてからのお楽しみかもしれないですね。説明が苦手なんで。これですね、これをつける。はい、ちなみにね、これ水洗チーズってね、ここにネジがついてるんですよ。これもちょっと意味があるんでね、ちょっとこれも見せてほしいです。これ、はい、じゃあ行くぞ。ここもこれにあるものをつけます。水道の便利缶ですね。便利缶、これをつけて、ちょっとね、船にかけれるような感じにするっていうのかな。これ自体を船にかけれるようにちょっと工夫します。まず便利缶つけるために、もう便利缶ニップですね。いいよ、ここにこういうふうに曲げるんですよ。で、取るときはこうすればいいんです。はい、じゃあね、ちょっと一回巻きましょうね。あ、こっから上げるっていう効果、こういう感じですかね。 OK、 いいんじゃないですか。結構ね、硬いんで多分大丈夫だと思います。この2馬力に、夜暗くなっても大丈夫なように、ライトをつけようっていうことね。聞いたところによると、いますよって分かるようなライトをつけてくださいっていう、ライトをつける、まあ、ランタンとかあんなのでもいいよって言ってたので、確認したらそれでもいいよってことだったので、ちょっとね、安全の面を考慮してライトをつけるようにしましょうね。2馬力にね、ちょっとオプションでつけてもらった竿立てがあるんですよ。だからこれ2つあるんで、このうちの1つをね、ライトつけれるようにします。まあ簡単ですね。棒みたいに突っ込んで、でそれに先にライトをつけるっていうような感じです。このパイプにこれですね、ソケット入れてます。パイプとパイプをつなぐやつ。そしたらなんと奇跡的にですよ、いい感じになるんですよ。いい感じ。ここにですね、またソケットをつけて、それにライトをぶち込みたいと思います。ちょっとすぐやってみましょうね。落としですね、40から30に落とすレデューサーって言うんですけどね、これをつけるんですよ。これ、はい、つけました。でこれでなんとここから奇跡が起こるんですよ。ちょっといい感じのランタンがあったなと思って、これを買ったんですね。そしたらこれすごいこうね、ぴったりはまるんですよ。すごくないですか。もうこれで夜 OK ですね。夜仕様になってますね。せーの、うわっさ、結構思ったより、夜の海だったら全然これ見えますね。はい、無事ね、ライトもつけて、まあ、これで夜、もうちょっと暗くなった時に、他の船がね、見てくれるようにね、ちょっと目安としてライトもつけてます。はい、ちょっとね、改良、ちょっとさっきね、ここに偏ってて、こっちがちょっと危険な感じだったんで、もっとね、いい感じにしようと思って、こっちをこうしてます。真ん中に来るようにしてます。これでね、いい感じに、調校ができるんじゃないですかね。はい、いい感じでアンカーの巻き上げもうまくできると思います。まあ、さっきでも全然良かったんですけどね、なんか個人的になんかこうしたいなと思ったんでね。はい、ということで今回ですね、2馬力ですね、怒りのアンカーのリールと、あとはライトですね、
これをつけてみたでした。ご視聴ありがとうございます。